ークの様子をお届けしたいと思います。勝ち組お楽しみ企画というのはですね、クライアントさんや生徒さんたちと、一緒にですね年に2回ぐらい、いろんなところで、まあ、バーベキューしてみたり旅行に行ってみたり振り拾いしてみたりイルカ乗ってみたりみたいな、いろんなことを、ね、今までしてきたんですよね。で、まあ、コロナになってなかなか動けなかったっていうこともあるんですけれども、久しぶりに、今日ね勝ち組、お楽しみ企画を、今日明日と、開催することになりました。で今ね、後ろにイルミネーションと車がちらっと映ってると思うんですけれども、去年のアフロディーテでですね、カブリオレに乗って御堂筋イルミネーションを走ってみたみたいなのをね流したことがあると思うんですけれども、実はうちがカブリオレを買うきっかけになったのはイルミネーションで乗ったからなんですよね。で、旦那さんがですねこれを勝ち組のイベントでしたいと、みんなにぜひこの光景を見せてあげたいということで、購入に至ったわけです。ということで、ちょっとね、世の中の状況も少し落ち着いてきたということで、今日はみんなとね御堂筋のイルミネーションを楽しみたいと思います。では行きます。何よりでござる静かに行こうこの横の窓も一応下げれるけど、風が強くなるけどどうする？下げちゃう？一回下げるだけ下げてみようか。じゃあ、そんな感じ。そう、全然やっぱり変わるのよね。喜んでいただけた。
いやでもあのさっきも拍手が起きてた。はい、じゃあいいタイミングで出ます。結構ねやっぱここをこういう角度で動いてるのってなかなか見ないからさ、あの面白いよ。口開いてんで。3組目終了となりました。ありがとうございます またありがとう。明日は4回転します。今日行かないですね。めっちゃ寒い。めっちゃ寒いよ。めっちゃ寒いね今日。いやちょうどね今日から寒波なんですよ。超寒い。はい。明日も頑張ります。勝木組お楽しみ企画2日目です。ここ綺麗なんだな。そうね、ここ綺麗ね。
よき。あー満月が、あーやばい、満月ブログ書いてない。すごいウロウロしてた。切れ目を探してウロウロしてた。イエーイ。イルミネーションはこんな感じです。このセットあったかいな。温度違う。行ってまいります。15秒なんで 見逃しますよ。はい、じゃあ3組目スタートします。明日は満月、風があるからすごいねえ、雲がめっちゃ動いてる。細かいとこまでちゃんと見てる。すごいすごい。もしかしてこうやって運転クッてしたらウィーンって出てくる。そうよ、乗った瞬間ね。そう、取りやすいようにシートベルトどうぞって出してくれる。2時間が経ったら結構見てやん、ボタン押さえる。意外にこの2人メカ好きやな。一番食いつきが。一番食いつきがいい。まさか、まさかこの2人が。じゃあ閉めるよ。YouTube 上げても大丈夫？美しい。あんまりやっても変わらんけど。いやでもある程度見てるから。意外やね。意外ですね。意外ね、この二人。一番メカニック好きなのね。こうもうなんかさっきの二人は動いてますよって言ったら、ああ話してて見てないとか言ったけど。すごい。だってこんなとこ動くってあるよね。これだって走っても風圧に耐えられる、ね、そう、あの後ろの人の巻き込み、風が来なくするためにこいつがペコッと出せるのね。でもこんな4本で、
四本とか。そう。ほら、ほら、一二三四本でしょ。ここから。地球は。すごい、いや、そんな私4本とか気にしたことがないけど、すごいね、そこ見た、そこ見た、ここ全部こう受けるわけじゃないですか、うん、そうだけどそうだけど、そこ、そこ、そうか、そこそんなに感動ポイントなんやね、その姿が面白いいや、びっくり、意外やわ知らんかった、付き合い長いけどはい、ラストの組の到着です。動画動画 YouTube 上げて大丈夫、マスク取っていいよ、あ、うん、マスク密じゃないからめっちゃ換気はいい状態なんで最高の終了いたしました。イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今年最後の配信となります。今からクリスマス、そして、年末年始ということで、皆様素敵な休日を、休日お正月をお迎えいただきたいと思います。本年もありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。さようならまたね。ここにすごいイルミネーションほら、ザ大阪のイルミネーション